はいどうも、翔平 TV です。本日はですね、最近ね、変化球動画すごい流行ってますけど、今回は、ツーシームについて、話したいと思います。曲がり方はシュートのような、方向に曲がります。で、僕の場合は、曲がりつつも、斜めに落ちていくみたいな、まあ、シンカーのような感じですけど、スピードがまっすぐと同じぐらい、シューってこう、曲がっていくんですよね。たまに試合動画を上げるときに、ツーシームと、この辺にね、表示してると思うんですけど、この辺か、こっちかな。ツーシームって、まっすぐと同じような感じで、スーッと来て、最後の最後に逃げていくと。右バッターで言うと、食い込んでくるというような変化球になっております。で、その握り方を、今日はちょっと紹介したいと思うんですけど、2種類ぐらいあるんですけど、2種類のうち、まず1つ目は、はい、この縫い目の、縦の縫い目、2つのシームがあります。真上に指かけるだけです。かけるだけで、そこそこ深めに持ちますね、俺の場合は。親指も真下ですね。投げるときに、少しね、この人差し指側、内側にこう、リリースの瞬間に少し、クイッと。ちょっと難しいけど、こういう感じ?こういう感じ?こういう感じ?こういう感じね。こういう感じで投げます。すると、まっすぐ、スーッと行きつつ、こう曲がっていくみたいな。で、まあ、使い分けは特にしないですけど、もう一個の方ですけど、このシームがありますね。見えますかね?シームがあって、この縫い目を見てもらえるとあれなんですけど、この、まず人差し指の方の、方は、シームのこの内側にかけます。中指の方を、目いっぱい下に、こういう風に。こういう感じ?見えるかな?こんな感じです。こんな感じでいきます。シームのこの内側に引っ掛けます。こう。グッと。こういう風に。まあ、こういう感じですね。こう、こうじゃなくて、少し内側に、内側に入れてからの中指は開くという感じ。まあ、自分の中でイメージはね、イメージは真ん中にこう重心があります。重心の真ん中に指を置く。これがさっき言った1個目のツーシームなんですけども、この重心を、このボールを持つ場所を変えると、多分重心が多分こっち側に移動していくんですよね。こっち側ってほぼほぼ触れてないんですよ。だからこっちに重心が行ってるんで、重心をちょっと右側に、ずらしてあげるんですよね。持った時に。意識的には、こういう感じ。そしたら、まあ、自然と、まあ、こういう感じで、重心がまあ、ここにあると思ってくれればいいんですよね。重心はこっち側にあります。まあ、同じ風に曲がっていくんですよね。まあ、多少、この開く方が、多分、球速は多分落ちます。でも、普通にチームの真上に指かけて、ツーシーム、放ると、まあ、普通にまっすぐと同じような感じで、シュッてこう、鋭い感じで、落ちていきます。今日はね、ちょっと投げれないんですけども、投げ方をね、今日は説明しました。まあ僕なりの、ツーシームなんで、やっぱいろんなね、YouTube の、チャンネルで、まあ、ツーシームの、まあ、投げ方をいろいろこう書いてますけども、まあ、やっぱ自分の合った投げ方が、まあ、一番だと思うんで、これが絶対っていうわけではないです。一応今回2種類話しましたけど、基本的に自分が使うのは、後の方、開く方をよく使ってます。この夏はね、だいぶ暑いんで、暑さに、注意しながらチャレンジをしてみてほしいなと思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。こちらに立つとも、1名様ずつね、1名1名、2名様に、プレゼントします。はい。はい、というわけで、こちら、新人佐藤さんからこちらの、サイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッティングなので、こちらを、翔平TV視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントをよろしくお願いします。プレゼント出します。じゃ、上手ですけど、モンタースポーツさんのインスタグラムをフォローと、動画にコメントをすること、そして翔平TV のチャンネル登録を、すると。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。8月は毎日投稿、そしてプレゼント企画もやっておりますので、どんどん動画を見てください。よろしくお願いします。最強に暑いこの夏、皆さん頑張って乗り越えましょう。皆さんの野球人生が最高のものになりますように祈っております。では、また見てねー。